どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはドーン再会リサ&ウル。こちらの曲はですね、あの有名な YouTube チャンネル The First Take から初めてリリースされた曲でございまして、プロデューサーは綾瀬さんです。あの方の曲はもうあの世界観たっぷり。しかも、リサさんもウルさんも、二人独特なあの空気感の世界観を持ってる二人がドーンとこうコラボして、ハモってるっていうんですか、ものすごいエネルギーでございます。でですね、この曲を今からこの簡単ウクレレスタイルでガズレレやろうと思うんですけど、歌がとにかくもうめちゃくちゃ難しいんで、もう相当聞き込んで、自分のものにしてからこのウクレレ演奏を一緒に合わせるのがいいと思います。ウクレレ演奏はですね、結構シンプル簡単にしてますんで、皆さん思いっきりこれ、時間かけてじっくりやる、これがキーポイントになると思います。やってみましょう。いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンですけど、やっぱりコードは簡単なんですけど歌ですよ。歌が難しいですからね。はい、それで後半はさらにそこにかっこいいコードとかっこいいリズムを織り交ぜて、なるべくあの原曲に近い雰囲気でやるかっこいいバージョンは、これは結構奥が深いですね。はい、ぜひとも2バージョン最後までご覧になってちょっとトライしてみてください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くの最高ですけど、やる方がね、もっと最高なんです。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったけどチャンスがなかったですとか、楽器やったんだけど挫折しました、難しくてという、そのような方々が、あっという間にウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがございまして、このプログラムを今全世界中の方が見てね、あっという間にウクレレ音楽できるよって言って、もうすごい広がってます。今もチャンネル登録者、ついこの間15万名様超えていただきまして、本当に大活用していただいていると思うんですけど、すぐできますからね。で、もうちょっとしたらここにそのリンクを貼っときます。そのプログラムをね、そのリンク先に行って飛んでもらって、上から順番に YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけであっという間に弾けるようになりますからね。はい、これ YouTube 動画ですから無料、今すぐ始めましょう。ここですよ。行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきた世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃくちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン課題曲、レッスン動画の課題曲、すでにもう1600曲ぐらいあります。きっと皆さんの好きな曲もあると思います。どんどんウクレレでね、音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それでは早速やっていきましょう。再開ガズレレ流シンプル簡単バージョン、やってみます。 1,2,3 またねと笑って見せてくれた同じのに笑い返していたのに、気づけば少し滲んでいたあなたの姿、あれから
同じ場所で感じてたい。街に柔らかな風が吹いて、鮮やかな花が咲く、その日を待ち続ける二人にも、ああ春が訪れますように、笑顔でまた会えますように。&ウルの再会、ガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。いやー、これコードはどうですか？シンプルコード、一応入門コードで収まっているんですけど、歌のメロディーライン、このすごい低いところからすごい高いところにこうバーンと飛んで、またすごい下がる。そして言葉のタイミングも、これ歌がですね、やっぱりこれもう本当に、しっかり聞き込んで思いっきり歌っていきましょう。はい、まずはね、この4つ弾きでね、歌うのがやっぱいいと思いますね。はい、そして今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでお届けしています。どこをショートカットをしているかというと、主に2番ですね。2番のパート、ごっそりショートカットバージョンにさせていただいてるんで、私フルコーラス全部やりたいなという方、1番のこの A メロ B メロ、コード進行書き出して2番の歌詞を書き加えると、なんとなく自分の、スタイルでフルコーラスのこう、楽譜ができると思うんで作ってみてください。そしてですね、原曲では最後の繰り返しの冬の終わりを告げる淡雪のところからキーがちょっと上がるんですよね。盛り上げる感じで。なんですけど、ここはですね、ウクレレ練習用ということで、キー転調なしの、キーチェンジなしで、シンプル簡単練習用バージョンでお届けしたいと思います。さあ、そしてまずは最初はですね、今のシンプル簡単バージョンのガズレレ YouTube と合わせて、それに一緒にできるようになるまで一生懸命練習して、まずは一緒にガズレレと合わせられるのを目標にしてください。はい。そこまでできたら、まず本当に第一のゴール達成、おめでとうございます。そしたら、ちゃんと次のステップがございます。次のステップとは一体何かというと、今度は YouTube と一緒じゃなくて、皆さんお一人で、自分一人だけでこの曲を演奏して、自分で、音楽を生み出していくってことをやってもらいたいんですね。その時にね、やっぱり、ね、楽譜がやっぱ最初必要だと思うんですよ。いずれこういう曲って覚えて自分のものにするのがいいんですけど、まずは楽譜見て一人でどんどん練習していく。はい、それやっていただきたいと思うんですけど、楽譜ってじゃあどこにあるんですかってなると思うんですけど、今からご説明します。今ですね、ちょっと見てください。ガズが、これ今ノートに書き出して、これを見ながら今歌ったんですけど、もうちょっとしたらこのノートそのものをこのカメラに映して、こんな感じでメモっていただくのはいかがですかってシェアしたいと思うんですけど、今便利なサービス、こちらが動いております。このガズクラブっていうのは一体何かと言いますと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の再開を含むガズが今まで書いて書きまくってきたもう膨大なストックのノート楽譜のストックの中から、毎月5曲皆さんがやってみたいな、面白そうだなと思う曲をダウンロード、お手元にダウンロードしていただいて、すぐに練習できるよという、そういう画期的なサービスなんです。でね、このねガズクラブっていうのは、楽譜のダウンロード以外にも山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーになったらガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとか、いろんな情報とかこうゲットできるという、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている毎月2回行われている全世界中から参加していただける、ものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけどね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってます。そして毎朝7時からガズ、ラジオ配信をしているんですよ。これがすごいです。ガズクラブの特典すごいでしょ。毎月2回のオンラインライブ配信と、毎朝7時から365日やってるラジオ配信。ここでもね、なかなかいい話が聞けますからね。あとそれと楽譜のダウンロードもちろんと、もう盛りだくさんになってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこれお勉強、大学ですからね。これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの押さえ方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして。そういうわけで今、ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージは、楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まり
りって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックなね、お勉強するスタイルなんで、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にねリンク貼っときますんでご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。再開リサウル、はい、このお二人のコラボレーションです。ハモリがすごいですよ。はい、ここに1って書いてあるでしょ。つまり今日、はい、2枚にわたってます。これはだから大盛りです、今日は。はい、はい、YouTube チャンネル、ザ・ファーストテイクからですね。はい、じゃあ見ていくんですけど、これですね、ここ、ちょっとよく見るとこれ、アルペジオとか書いてある。これね、弾き方、後半のかっこいいバージョンではこの弾き方でやるよって、合図なんですけれども、今のシンプル簡単バージョン、ここ伸ばしでやりましたね。はい、で、ここ見てもらいたいんですけど、見て、くるっと囲ってコードがいっぱい変わってきますよ。このかっこいいバージョンは下の、くるっと囲ってるコードを弾きます。ワンブロックに4回入ってくるとか、ここもコードが変わってたり、いろいろそんなことがあります。何回も言いますけど、この歌のね、メロディーとタイミングめちゃくちゃ難しいんで、ちょっと聞き込んでやってみてください。この点がね、すごく役立ちます。例えばここ、またねとって書いてあるけど、このたの上に点が書いてあるんですか。ここ、またねとーって、こうで、また。他の時に F が始まるみたいな感じで、この F、点が書いてあるのでコードが変わるっていう風にやってます。こういうのも結構参考になると思います。一時停止でメモっていただくか、演奏動画中の、テロップを一時停止してメモっていただくか、先ほど紹介させていただいたガズクラブでこの楽譜そのものをダウンロードしていただくのもすごくいいと思います。とにかく楽譜を用意していきましょう。はい。移していきます。これはなかなか奥が深いですよ。で、ここまずサビがきますね。ここもコード変わったりいろいろしてますと。はい。で、ここのブリッジのところなんですけどね、ここでね、ちょっとカッティングのね、決めが入るんですよ。ここはなかなか難しいです。かっこいいバージョンはそんな風になってます。シンプル簡単バージョンは普通に4つ弾きでやりました。はい、ここもね、ちょっとね、ブリッジパート後半のところで、ここはちょっと伸ばしてやったんですけど、かっこいいバージョンでここはアルペジオでしっとりと弾こうと思います。はい。そしてここ、タタタタタ、かっこいいバージョンでここにちょっとおかす的なものが入って、はい、ここ最後のサビ。繰り返しなんですけど、このサビは本来転調スイッチキーが上がるところなんですけど、ここはガズレレ、ウクレレ練習用バージョンでキーを上げずにそのままやったということです。まあでもこれよく見るとこれ同じパターンの繰り返しですんで、ある程度パターンが分かっちゃうと結構シンプルかなというふうに思うんですけど、まあやっぱり歌ですね。やっぱ難しいの。はい、で、ここはこんな風に最後エンディングで、こうエンディングをやって終わったというのがガズレレアレンジになっています。はい、じゃあコード、出てくるコード見ていきましょう。この赤く囲ってるやつは後半出てくるコードなんで、ひとまず隠しとく。はい、今映ってるやつ、この8個のコード、上から言っていきます。C と Am と F と A7、G7、E7、Em7、C7、この8個のコード。これはね、安心してください。たくさんあるように見えるかもしれないけど。安心の入門コードのグループです、皆さん。これは簡単コードですよ、一応。はい、これです、ドン。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレで音楽始めたいなと思っている方に一番最初に覚えてもらいたい、ウクレレの入門コードのグループなんです。10個あります。10個万能って思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単。なぜなら入門コードだからね。なんだけど10個いっぺんに覚えようと思うとね、ごっちゃごちゃになるんですよ、頭が。10個って言ったらなかなかの数ですからね。簡単だけどぐちゃぐちゃになる。そこで、ガズさんがめちゃくちゃわかりやすく頭にスイスイ覚えられちゃう魔法の動画を撮ってます。ここにリンク貼っときますんで、ガズレレ必須コード。この10個のコード、ここで覚えてください。今日はそのうちの8個が出てくるんで。はい。ぜひと。マスターしていろんな曲に挑戦していってください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思う。その前にいつもこのタイミングで伝えたい。まずは今の4つ弾きで歌、しっかり覚えて歌いましょう。これね、4つ弾きでもめっちゃ難しいですよ、歌は。言葉のタイミングとメロディー。もう、本当にね、12音階といって、ピアノの黒い鍵盤の音までものすごくいっぱい使うんですよ。しかもさっきも言ったんだけど、高い音から低い音程の音の、これ、こう、すっごいこう、標高差がある。そういうのがね、すごい難しいんですよね。あと、息継ぎのタイミングとかも、すごい言葉が、連なってるんで、息するタイミングもね、自分で決めたりなんかするのがいいと思います。はい、じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンはですね、あと2つコードが追加されます。まず1個、こちら。Gm7。はい、Gm7 というのはたまに出てくること、こことこことここですね。押さえ方はこういうふうに押さえて、こういうふうに立てる。この2つはね、同じ1フレットの1弦2弦なんで、このぐらい反り返っちゃってちょいと立てる、こういう感じ。はい、でこれなかなか反らないよという方いたらね、もう1個3弦からこう押さえてると結構、押さえると結構いいっていう人もいるし、3弦からこう押さえてここね、それであとあるいはもう最悪こういうことですね、こういうこと。はい。これでもいいと思います。これ A シャープでもね、このコードはいいかもしれない。一応 A シャープも乗っけておくと、A シャープは、こことこことこと、ここも足される。そうするとこういう風に制覇したり、1フレット全部育てるとか、まあ、どっちでもいいと思うんですけど、まあ Gm7 の方がどっちかというと簡単かなということで Gm7 を取り入れております。はい。もう一個、A 指す方。これも1回だけ出てくる不思議な響き。これは簡単ですね。押さえましょう。
Am のとことその真下ですね。ここ。これ、一番最初の A メロのワンブロックの、アルペジオっていうか伸ばした、さっきのシンプル簡単バージョンで伸ばしたところで、一回この響きが出てくるんですけど、これがちょっと切ない、いい響きだなということで取り上げたいと思います。はい。じゃあ今日はね、これからがちょっと深くなってくるよ、リズム。今日このリズムなんですよ、やっぱ難しいの。はい。じゃあ今日出てくるリズムで紹介します。ドン！アルペジオ、16ビート、チャ、カッティング。この辺でございますね。あとね、ちょっとだけどブリッジミュート出てくるかな。一応書いておきましょう。ブリッジミュート。はい。この4つの弾き方なんですけど、これはね、ここのリンク先行ってください。このリンク先は一体何かというと、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、それぞれの弾き方の濃厚解説レッスン動画がもうそこに上がってますからね。基本的なところはその動画でマスターしていっていただきたいんですけど、この16ビートのチャっていうのがね、やっぱりすごい難しいんです。アルペジオっていうのはこう、柔らかい時、この曲がちょっとマイナーなんでつまびく感じ、おとなしく弾きたい時にはこのアルペジオが最適。これはね、弾くのは結構簡単ですけど、感情を込めて歌いながらとかリズムキープはちょっと奥が深いとは思うんですけどね。で、問題はやっぱ16ビートのチャとカッティングなんですけど、16ビートのチャはもう今日はね、これ結構ふんわりしてるゆったり曲なんですよね。ふんわりしてる、ちょっとシャッフルな感じがいいと思います。で、カッティングはですね、またちょっと個別に、ブリッジパートの決めのところでバッチリ出てくるんで、そこはちょっと曲解説で、解説していくことにしようと思います。それじゃあちょっと最初からざーっと解説していくと、最初の出だしはアルペジオですね。アルペジオで、ワンブロックにコードが4つ入ってくるところとか結構あるんで、ここはね、普通にシンプルなんで、難なくできるとは思います。ただし、歌いながら弾くんでね、ここがキーポイントになるかなと思います。そしてあとそうだ、シンプル簡単バージョンのところもそうだったけど、無音っていうところが入るんで、ここは空間を開ける。ここ結構ね、あんまりありそうでないという感じでやってみてほしいんですけど、で、サビのところの一番、一回目に出てくるサビの最後の方で、ターターって止まるところがあるんだな。それではですね、一回目のサビの後半のところから、離れていても同じ空っていうところからやってみようと思います。ワン、ツー、スリー。離れていても同じ空がどっか見てますように、今の、ターター。ここ、結構言葉のタイミング。どうか見てますよに。はい、次ですよ。今のダーダーを決めて、この次、ブリッジパートに入っていくんですけど、この次のブリッジパートがなかなかの悶絶です。今日一番難しいところ。そのまま流れていきますね。どうか見てますよに。こっからですよ。あ、何度だってそう。振り返ったあの日のあなたに。はい、今のところ、ダーダーツンツクツクパーッパー。はい、一番最初のところ、何度だってそう振り返れば、一番最初のブリッジパートのところ、ここが一番難しい。せーの、何度だってそう、ダーッダー、はい、ダーダー、ダーッダー、ここカッティングですね。ゆっくりやると、ダーダー、チャカチャカチャカ、ダーダー、裏で来る G7 は、ダーダー、チャカチャカ、ダーッダー、これ。裏で来るリズムですね。何回もやります。もう一回。はい。何度だってそう振り返ってば。はい。今のですね。ここがちょっと一番キーポイントになるところで、その後は結構ね、パターンさえ分かっちゃえば楽です。あともう一回最初からやってますね。せーの。何度だってそう作った。A でダーダー。A マイナー、C ダーダー。E マイナー、7、E7。はい、はい。今みたいに、一番最初の何度だってそう振り返ればの時は、つくちゃっちゃって裏のアクセントなんですけど、それ以降は、ダーダー、あん、あん、ダーダー、あん、あんって感じで、さっきの一番最初よりは簡単だと思う。最初のダーダーだけカッティングって。ここでカッティングが登場しますと。ここはもうどうしたってカッティング使うしかないと思うんですね。ダーダー、つくたつた、ダーダー、ここが今日の一番キーポイントになるところだと思います。はい。そしてそのまま、またちょっとおとなしくなるバースに入っていて、そこはアルペジオに戻ります。で、アルペジオが終わって、ラストのサビに行く前に、ブリッジミュートちょっとだけ入れたいんですよね。ちょっとね、そのブリッジバンドの一番最後のところからサビに行くところをやってみましょう。せーの、3。ここでまた会えたその時は涙。ないように、はい、
ここどん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 と、ここブリッジミュート、まるブリッジミュートっていうのはここに、ここの手をこう当ててこう鈍らせる音で、だんだん大きくなってくるっていうのを一瞬ワンブロック分だけブリッジミュート入れると、これかっこいいと言います。せーの、冬の終わりをつ、こんな感じで入ってきますね。ズン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 、冬の終わり、はい、ブリッジミュート、ちょっと余裕出てきたら、ちょっとこのワンブロック、たったワンブロックだけど試してみてください。そしてその後、最後のサビの応酬に行くんですけど、そこはもうねダイナミックでこうちょっとこうシャッフルしてるゆったりな16ビートのチャで、エネルギッシュに行って、最後エンディングに入っていくという、そんな流れでございます。まあだから今日はですね、決めというかはですね、そのブリッジパートのところで、あのダーダーつくダーツター、あの辺のところが、まあ、キーポイントになるんですけど、あとはですね、コード1ブロックに4つコード入ってくるは来るんですけど、演奏だけ見ると、まあ、結構シンプルですね。なんですけど、やっぱり歌がに左右されちゃうんで、リズムがね、リズムキープもちょっと相当意識していただいて、やってもらうのがいいと思うんですけど、これ本当はね、2人でハモったりなんかすると、もう強烈なことになると思うんですけど、ハーモニーってね、難しいけどね、本当に気持ちがいいもんね。はい、それも、その楽しみ方もあると思います。そしてやっぱりね、この曲のタイトル再開ですけど、また会えるかな、笑顔が素敵でまた会えますようにと、こう気分、一見悲しい曲だけど、こう希望もちょっと溢れてるような、そんな中身、曲の中身をやっぱりしっかりイメージしてですね、演奏していった方がもちろん曲の魅力っていうかね、こう高まると思います。それではやってみましょう。リサ&ウルで再会ガズレレレかっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、スリー。またねと笑って見せてくれた、同じように笑い返していたのに、気づけば少し滲んで、いくつ夜を越えた、窓越しの白い画面に映ったあなたと見た景色を、今もずっとずっと見つめたまま、降りしきる雪が積もるように、この街でただあなたを想う、離れていても同じ空がどこか見えてますように、ああ何度だってそう振り返る、あるのあなたの言葉が、声が会いたくなるんだよ、何度だってそう信じ合えた、いつまでも二人つながってられる、雪あかり照らすこの街にも、いつかは優しい春が芽吹く、ここでまた会えたその時は涙ないように、冬の終わりを告げる淡い雪、そのひとときに願いを乗せる、どんな季節も景色もあなたと共に同じ場所で感じていたい、街に柔らかな風が、長さぐその日を待ち続ける二人も、ああ春が訪
サ&ウルで再会、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみます。もう目覚めるぐらいのもう勢いの曲でございますけど、やっぱり歌がですね、もうすごくこうハイパーなんですけど、ほんとつかめてくるとめちゃくちゃ楽しいんですよね。難しいけど、やっぱりその奥の深さ、こうじっくりじっくり自分にじわじわこう染み渡せるみたいな、そういう練習方法をぜひおすすめします。それで、なんかやってるうちに余裕出てきたらハーモニーをやってみる、誰かこう一緒の相方さんと一緒にハモってみるっていうのもなかなか面白いと思うので、ぜひ長い時間かけてね、ゆっくりじっくり、チャレンジしてみてください。そしてお知らせさせてください。これ見て、これ、はい、これです。ちょっと以前もね、このリュックご紹介したことあるんですけど、これウクレレリュックなんですよ。ウクレレが入る、ここにガズレレとプリントがあったりとかして、これリュックサックになるんですけど、はい、こんな感じで、でね、この横にも持てるんですよね。これだからビジネスマンの方、これ横に持って、これパソコンとかもここに入るんで、出張の時とかウクレレとかの、これコンサートサイズも入りますよ、このウクレレは。でこれもう大好評で、もうすごいお問い合わせをいただいていたのが、再発売決定になりまして、ちょっとね、発送は5月20日順次なるんですけど、今予約受付開始してます。このリュックのことに関するリンク、ちょっとここに貼っとくんで、ぜひチェックしておいてください。これガズレレのアプリがあるんですよ、ご存知ですか。スマホとかタブレットに入るアプリなんですけど、ここにですね、40曲の新しい曲のブロックが追加されたぞというニュースが最近飛び込んできました。あとそれに、まあ、付随しまして、そのアプリのね、アプリで提供してる楽譜がこうやって書籍になって本当の本になっちゃったっていう、これも新発売です、これガズレシピ。そしてですね、これも皆さん毎度おなじみだと思うんですけど、このリットーミュージック社から出てるこの赤青黄色信号機みたいな、このガズレレのこのソングブックと教本なんですけど、この度ね、この緑色の本がですね、4月にですね、リニューアルして中身がちょっと入れ替わってですね、さらに進化版になって、発売になります。これもね、概要欄のところに貼っといたりします。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっと、ここにいつも挟んでるこの水引きだとかストラップとかキャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからね、ちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね、聞くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聞くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。またガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さようなら。